判定要件に対するカルテ記載、まあ、例えば栄養士でいくと栄養指導記録、これもこういった算定に関わるようなものになってくると思います。そしてもう一つは先ほどからお話ししている例えばミールラウンド5のカルテの記録とかですね、入院時の栄養評価の記録、これについては記載義務はないんですけど、やはり多職種とチーム医療を進めていく上では必須のものになってくるかと思います。ここを最初に言った通り少し分けて、こちら算定に関わる部分の記載方法と多職種と情報を共有するための記載方法、ここはちょっと分けて考えるべきなんだろうなというふうに思っています。そのため、まあ、最初の方でもお話しましたけど、まず部署長や中間管理職も含めた管理職、業務内容について調整をする役職の方については、各病院の特性ですね、各病院でどういった患者さんがいるかとか、どういった職種がいるかとか、そういったのを見極めて各栄養部門の仕事ですね、このこっちを注力どれぐらい注力するのか、こっちの業務をどれぐらいの割合にするのかといったものを決めていくということが大事になってくるかなと思います。そのためにじゃあどれぐらいのカルテ記載が必要なのかっていうところをですね、を分析するというのがこの部署長管理職の役割になってくるかなと思います。まあ、かっこよく言うと仕事をデザインするっていう感じですかね。一般職、まあ、最前線でカルテを記載して患者さんの評価をしてカルテに記載する、こういったスタッフに関しては自分が記載しているカルテの目的を意識して業務に当たるということが必要になってくるかと思います。多分初めのうちはカルテの記載内容を覚えるとかですね、どういった場合に記載しなきゃいけないかっていうので、最初のまあ1年目2年目はとにかくカルテを記載するまでの流れとかですね、そういったのを覚えるので精一杯だと思いますけど、まあ、3年目4年目以降ですね、そういった経験が積んでくれば積んでくるほど、今自分の業務はこのカルテの記載は何のためにやってるのかなっていうのを意識することで、大事なところ、ここは書かなきゃいけない、ここは今回は書かずにもうちょっと患者さんに行く時間を作ろうといったところですね、業務整理もできてくると思いますので、ぜひですね、ここ一般職の方は自分のカルテの目的、この何のためにやってる記載なのかなっていうのをちょっと意識してやってもらうとまた変わってくるかなと思います。じゃあこの情報共有、まあ、今回はやっぱり栄養指導記録どうやったらいいですかとかですね、算定絡みの記録についてはこういった項目書いた方がいいですかとかって言った質問もあったんですけど、それについては、ま、なかなかちょっと YouTube の方で載せるのが難しい。あとこれ先ほども言った通り、病院機能によってもじゃあ何を書かなきゃいけないかとかいうところですね、そういったところがちょっと一律にお話しできないので、ちょっとここではどちらかというと情報共有のためのカルテ記載について今回はちょっと取り扱っていこうかなというふうに考えています。もちろんこういった場合どうですかっていうのは、質問とかですねお受けしますので、それは個別で回答させてもらえばいいかなと思っておりますけど、全体的なところに関してはちょっと今回は情報共有のカルテ記載についてちょっとグッと絞った内容にさせていただければというふうに思っています。そもそもこの情報共有のためにカルテを記載するわけですけど、この情報共有の仕方っていろいろありますよね。で、皆さんが思うチーム医療ってどういう感じですかね。こういう感じだったりしませんか。多職種が集まってカンファレンスをする。情報共有の密度としては大きいですよね。その場でいろいろな意見やアイデアを出し合って、まあ、いい解決方法とかプランを作る。まあ、情報共有としては密ですけど、実際これだと対応できる患者さんってそんなに多くないですよね。どう考えても。ということで、まあ、一長一短あります。で、こういったチーム医療を、近森先生はもたれ合い型チーム医療というふうに呼ばれています。もう一つ、こっちのチーム医療ってどうですか、イメージありますかね。近森先生の言葉を借りるとレゴ型チーム医療というふうに呼んでますけれども、これは電子カルテ、まあ、電子カルテで、情報を必要な事項について書くことで、各職種が、まあ、一堂に返さずに電子カルテ上の情報のやり取りで情報を共有するというところでチーム医療を進めていくという考え方です。これについては当然こちらよりは情報共有の密度は少なくなりますけれども、対応できる患者さんは当然多くなります。ここで考えたいのが、これどちらがいいかということではなくて、例えば情報共有密にしなきゃいけない患者さんに関しては、例えばリスクの高い患者さんだったりとか、転院や退院で難渋するような患者さん、
やはりこういう患者さんに関しては情報共有の密度を上げていかなきゃいけないですけれども、例えば栄養のリスクがある患者さんって病院で行くと大体半分以上いますよね。まあ病院にもよるとは思いますけど、半分以上は栄養リスク、何らかの栄養リスクを抱えている患者さん、その患者さんのを全てこれで賄うということは無理になってきますので、まあ、リスクに応じてうまくこのチーム医療を組み合わせるということが大事になってくるというのが、このチーム医療の、まあ、あり方ですよね。情報共有の方法、ここがまあチーム医療種類になってくるんだろうなとは思いますが、その中である程度リスクが軽度から中等度で多くの患者さんを対応しなきゃいけない場合は、やはりこちらの方が適しているかなと思います。この時に大事なのは、やはりこういった形で情報共有がその場でできないので、多職種に分かるようにするというのが、この情報共有の電子カルテの記載方法での最大の目的になります。我々が自分のメモ代わりに使うんではなくて、多職種に分かる、これが最大の目的になってきますので、書き方はとにかく分かりやすく多職種に伝わる、ここが大事です。この辺については、皆さんも情報共有のために気をつけてらっしゃる方が多いと思いますので、栄養士によるカルテ記載の目的はとにかく多職種へ、自分たちの栄養管理の課題とプラン、これを共有することですよね。我々栄養士ですので、とにかく栄養管理上の課題はこういったのがあるというところと、それの解決方法はこういうのを考えているよっていうのが分からないと、せっかくのカルテを頑張って書いてても意味がなくなってしまうので、そのために気をつけることとした以下4つかなというふうに思っています。まず1つ目、共通言語でカルテを記載すること。2つ目、どの所見から課題を抽出したのかが分かること。3つ目、でどの課題を解決するためのプランなのかが分かること。そして4つ目、長すぎず重要な部分を端的に記載すること。この4つが多職種へ栄養管理課題とプランを共有するために重要なことかなというふうに考えています。じゃあ例えば共通言語でカルテを記載することというふうに書きましたけど、これ挙げたら、具体例挙げたらキリがないですけど、例えばこういうのないんですか。カロゼ摂取できず夕食からテルミエ変更とかですね、イン900のため食事調整必要、 P 摂取不足とか、低ナトリウム血症 U から不可食提供とかですね。これどうですかね。もうもはや栄養士でも解読不能のカルテになってますよね。これダメですよね。これじゃあもうそもそもダメですよね。栄養士ですらわからないのを多職種がわかるわけがないですね。これカロリーメイトゼリーを摂取できずに夕食からテルミールミニへ変更するというのがこれの正解です。水分水筒、水分の、出入りする話しするとき、インアウトインアウトとかって時々使ったりする医療従事者の方もいると思うので、多分このインは、ミリリットルのつもりで書いたと思うんですけど、先ほど言った通りカロリーかもしれないですね。エネルギーかもしれないですね。900キロカロリーしか取れてないので食事調整が必要なのか、900ミリリットルしか水分が取れてないので食事調整をするのか、全然わかんないですよね。エネルギーなのか水分なのかで全然食事調整の内容変わりますよね。これ栄養士もわからないという謎のカルテになっています。3番目、さっき書いた通り、これ低リン血症でリンを孵化するために、比較的リンの高い食品を摂取されているのか、タンパク質なのかわからないですよね。これタンパク質のつもりで書いてきたみたいですけど、タンパク質 P なんかちょっとかっこいいと思ったのか、ちょっと略語で書いたりとかですね、こういったこともありますし、これどうでしょう。これ4つ目実は結構やってる方、書いちゃってる方もいるかなと思います。不可食っていう言い方をしてるとこしてないとこもあると思いますし、うちは少なくとも不可食っていう呼び方はしてないんですけど、不可食がそもそも何か多職種知らないですよね。不可食と補助食品と栄養剤と、何そもそも不可食って何みたいなところですよね。あと、そもそも栄養士でもこの不可食で梅干しをつけてるのか、鯛味噌つけてるのかですね。まさに皆さんが書かれてる通りで、結局じゃあ仮に梅干しつけたと書いたとしても、我々はもしかしたら塩分これぐらいだよねってわかるかもしれないですけど、他の看護師さん、医師、
リハビリスタッフ、薬剤師さん等ですね、他の職種を見た時に梅干し1個つけましたって書かれても、じゃあどれぐらいついてるのか分かんないですね。今内服で塩分を、まあ、NaCl ですよね、内服であります。その時にじゃあどっちを増やそうかなって言った時に、梅干しつけましたって先生に言っても分かんないですね。え、それ結局何グラム、じゃあ内服どれぐらい減らせばいいのとかっていう話になりますので、やっぱりこれだと多職種分かんないですよね。まあ、これ上げ出したらキリがないので、あの具体例はもっといっぱいありますけど、ポイントとしてはまずは略語を使わない。特に栄養関連の、まあ、食事だったり食種だったり補助食品だったり栄養剤だったり、いわゆる他に追加する佃煮だったり梅干しだったりとかっていうところをとにかく略さない。ちょっと長くはなるかもしれないですけど、略さない、最低でも略さないっていうのが大事かなと思います。あとは摂取とか投与の内容ですね、まあ、2番目に該当しますけど、ここについては正確に記載をすること。水分を 900ml で、この水分といっても点滴と経腸と食事全部合わせて 900ml なのか、経腸栄養だけで 900ml なのか、ここはやっぱり正確に書く必要があるかなと思います。ここも最初の方に言ったような内容ですけど、英語とかですねアルファベット表記の時は注意をしてください。いろんなパターンありますけど、まあ、今回でいうリンとかですね、ここは P でリンって読みますし、まあ、こういったところは気をつけていただきたいのと、あと食事内容についてはもう栄養士官ではもうこれ付加食品って言ったらもうこれみたいなのがあるかもしれないですけど、他の職種から見ると全く分かんない。栄養士同士は完璧に分かるけど、他職種から見ると全く分からないということがあるので、この辺はまずは気をつけていただければなと思います。これを変えるだけでもだいぶ変わってくるかなと思います。細かいところはいろいろありますけど、これに関してはもうどうしようもないというか、これはもうまず前提として書き方の以前にこういったところはまずは正すというところが大事かなと思います。なぜなら